感じですか、坂井さん。今日はサワラ狙いですね。サワラ狙いということで、サワラ上でやります、はい。難しいですよね、多分。結構めちゃくちゃ難しいです。今回船に乗るという。今日は川崎から、はい、だいたいアクアラインのあたりが今サワラが回ってるそうなので、そちらを狙いに行きます。今回サワラ用のルアーとかもじゃあ。買ってきました。坂井さんに買ってきてもらって。ちょうど私、一昨日行ったので、あ、はい。その時釣れたものをちょっと買ってきました。ああ、はい、いいな。じゃあもう絶対釣れるじゃん。事前に調査済みだから。これ釣れなかったらもうやばいぞ。これ釣れなかったらもう下手なだけだ。下手なだけだ。マジで。それがでも、サゴシは本当毎日気持ちが変わるメンヘラ魚なんで、ちょっとわかんないんすよ。なるほど。機嫌が良ければ釣れます。楽しいな。ちなみに我々船長になりますから、今後。あ、そうそう。あ、はい。免許、試験、昨日俺受けてきた。はい、はい、多分そう。これは昨日学科受けてきて、船舶1級取るんで、今後はもう千葉船長が自ら運営したい。あ、わかりました、はい。どうですか今日は、いけそうですか。今日は釣れるだろ、どう考えてもバカ野郎。俺誰だと思ってんだバカ野郎。なんでちょっとビートたけしみたいな感じですか。バカ野郎、この野郎、お前誰だと思ってんだお前。チンピ。今日の意気込みはどうですか。今日の意気込みですか、はい、基本的には坂井さんについていく次第でございます。我々の海担当坂井さんについていく次第でございますよ。任せっきりっすよ。そうですね。あとは今日横浜ベイチャンネルのね、早川さんがコラボで突然出演してくれるということなんで。そうですね。横浜ベイチャンネル登録よろしくお願いします。はい。フィリピンもっと暑いですよ、多分。おっ、おった、おっ、来た表。やっぱうちのせいやが早いな。あっちよ、あっちよ、やったか。おー、すげえ、初めて見た。よっしゃー。ほら、ちょっと怖い。すごい、本当タッチって感じ。やったぜ。すげえ。重なるか。グリーン来たよ今俺。グリーン来たっすね。グリーン来た。いるよこれ。今この音持ってるな。いるぞこれ、ここだよここ。結構上の方だったね。はい。バリ。今当たった。食い切んなかった。いいよこの反応。触ってくれればいいのよ。とりあえず。そうっすね。まずは。でも最低でも15分に1回ぐらい超えないとマジで本当に退屈になる。ワンキャストワンヒットが俺たちのモットーだから基本的に。見てる。なんだろう、ハチオっぽいな。ハチがシーバスだ。おお、シーバスでした。え、シーバスでした。シーバス、はい、でかっ。でけえ、すげえ。最低だわ。お、もう1回、これその反応シーバスだったんだ。もう1回転します。じゃあ行きます。はい。シーバスの上手。うわ、すげー。うわ、もう、ほっ、食べ応え。和牛海賊。和牛海賊。あとゆえさんだけっすね。あとゆえだけだ。あとゆえだけだ。あとお兄ちゃんだけですよ。俺は最後なんだ、いつも。鳥ですから、鳥。お、船長来た。ベテラン、さすが。すごい、結構感動切れてるっての。おお、タチウオだね。でっか、デカゴだもん、デカゴ。デカゴ、デカゴ。お、来た。あ、だって。
タチウオか。タチウオだと思うよ。重いらしいですよ皆さん。お、ちょっと外側だ。よっしゃ、タチウオだ。うん、でっけ。いいぞ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 、いいぞ。実は酒井さんも当たってるというね。えい、多分タチウオ来ない。よいしょ。はいよ、ゆうやのタチウオ。あ、こっちこっちこっち。下ネタにすんじゃねえよ、勝手に。ゆうやのタチウオだろ、ゆうやが釣ったんだから。いけよーん。おー、でっかくない、ちょっとなんか。あぶないあぶないあぶない。こいこいこい。いいよいいよいいよ。こい。こい。次からやるから。タチウオはもうコアウオだからな。コアウオ。タチウオ怖いよね。コアウオだよ。お、来た。おはようございます。フィーバータイム来た。タチウオラッシュ。タチウオ狙いじゃないけどね、一応。タチウオでも食えんだろ。食える食える、バイバイ。まあね、飯。食いたいだろ。飯食いたいよ。お前踊り食い、お前のご飯釣ってるから。おー、でかい。よっしゃー、綺麗だな、めっちゃ。リュウヤのタチウオよりでかい。くどいんだよ。俺のタチウオの3倍ぐらいはあります。3倍。ここ持ってほら。でもタチウオの引きあんまり面白くない。痛い痛い痛い。OK。 タチウオ、はい、ビューンと抜いちゃう。おー、でかい。でかくないと。これで、この糸を持つ。で、それ挟む。ちっちゃいな、でも。これ、チャイチーノよ。今、簡単に釣れてるから、ちょっとありがたみがなくなってきてます。そんなありがたみがなくなって。さっきまで、もうオーラ消えてたのにね。うんちょ。これ、切られちゃった。多分、タチウオでしょ、絶対。またタチウオ。おー、すごい。ちょっとでかいんだね、でも。ちょっとでかいかも。でも、あんまり変わんない。さっきからずっと、さっきからずっとこれだよ。もう同じ映像続いてない、これ。そうっすね、まずいよ、これ。サバと同じ状態になって、同じ状態続いちゃってるから。これまずいよ。ゆうや、タチウオ疲れてんな。タチウオだ。タチウオハンターだ、タチウオハンター。これ食うとこねえんだよな、でもあんまり。でも太さはどうすんだ、こんだけ。緑よ、緑。全部塩焼きにしちゃえばいい。全部アドリブでこれつけたんですけど。タチウオ、あ、タチウオだね。テンションです。ああ、タチウオだ。おー、でかい。ああ、でかいじゃん。おー、でかい。おれでかい方だ、でかい方。威圧すんだ、カメラマンを。シェーそうだな、これ。おー、ダブルだ、ダブル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 、取れよ。あれ、お、ダブルってどういうこと？ 2 匹ってこと？そう。おいー、ダブル。あ、そうそう、はい、兄弟で取って、兄弟で。はい、兄弟で取って。おれおれ、これだ。うん、はい、いいですよ。タチウオマスターだな。もうこの辺飽きたな。待て。ちょっと。よし。よし。今、岩の一部じゃない？緑がダントツだよ。緑が強いんだよ、緑が。いや、もう硬い。もう重い重い。重そう。でかいんじゃない？いや、もう俺、手がもう使えてんだよ。でかいよ、これ。でかいの、あ、今、タチウオです、タチウオです。でかっ。でかいの。抜いちゃう、抜いちゃう、抜いちゃう。でかっ。もういいや、写真ももういいや。でかいな。いや、それは撮ったほうがいいよ、でかいから。これでかいな。でかいっすか、これ。で、結構でかいっすよ。一緒じゃない、俺。これ。麻痺しちゃってるね、感覚。タチウオの中では大きめなんじゃない？ね。ほら、見てこれ、ほら。おー、すごい。おっきい。カメラにしよう。やめてよ。やめてよ。色々つけてるね。つけられてるだけ。うわ、うわ、ぬるぬるする。めちゃくちゃいい角度。取れ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 。あ、超重そう。絶対触らん、絶対触らん。あれ、右側開けて、右側開けて。凶悪。なんかすごい重たそうだ。カメラ。そこで、まっすぐ慌てなくていいから、そこでバレないから。うわっ、やった。やらかしたね、やらかしたね。今そこまで来てた。やらかしたね。うわっ、やった。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 
いや、かなりでかかった。結構重かった。カメラ撮れた。はい、今すごい、もう酒井さんが魚影映ってない。いや、映ってないです、映ってないです。でも酒井さんがガクンとしたとこは映ってます。もうさ、11時。酒井さんが膝から崩れ落ちてる。でも今のシーンは使うから今の使えるよ。今のシーンは面白いから。膝から崩れ落ちてる。いや、めっちゃでかかった今の。せっかくいい。まあ3キロぐらいじゃない。めっちゃ軽いよ、でも。え、そう。はい、めっちゃ軽いよ。まあ、確かになんかバトル感あんまない。うん、あ、バレたな。バレてんじゃない。あ、いやいや、バレてる。バレた。あ、あ、あれ、なんかブリブリしてる。あ、ブリブリしてる。ブリブリ、めっちゃ軽いよ。なんだ、チビじゃない。チビチビチビだ。いや、また立ち寄った。なんだよこのうち、ふざけんなよ。今完全に立ち寄ること忘れてましたよね。忘れてた。あれさ、久しぶりだね。どうぞ。またよろしくお願いします。お願いします。サーレリベンジ行きましょう。はい、はい、横浜ベイチャンネルですから。ベイチャンネルよろしくお願いします。チャンネル登録をお願いします。はい、というわけでお疲れ様でした。はい、横浜ベイさん、ベイチャンネルさんのね、早川さんにね、はい、結構遠くまで連れてってもらいまして、はい、いっぱい釣れました。最高でしょ。坂井さん、いっぱい釣れましたね。いや、頑張り、俺は頑張ったんですけど、いや、すごいですよ、本当に。こんなに釣ると思わない。すげえ。そう、すげえタチウオが釣れました。で、今回の釣果はこちらですね。ババンって。うわぁ。すごいな、これは。さ、壮観だよ、これ。これ、 なんだこれ、これはやばいっすよ。なんか普通になんかアルミホイルがぐちゃぐちゃに入ってるみたい。ちょっとでかいじゃないですか。あ、これやっぱでかいっすね、うん、いいね。これ坂井さん持って帰って。あ、いいよ。あ、これはあげます。タチウオだけも子供が食うの。タチウオもさ、タチウオもね、結構でかいの多かったんですよ、割とね。ほら、4本、5本。うわぁ。もうなんかオリハルコみたいなね。そうですね、こうやってもう二刀流できるんだ。そう、オリハルコみたいな。牙で、ほら。これタッチですから、タッチ。じゃあ、はい、ということでね、はい、はい、というわけで、はい、いっぱい釣れました。本当に酒井さん惜しかったですね。サワラね。多分あれ絶対サワラですね。絶対サワラですね。あの動き、あのパワー、あんなブワーって引くなんて。あれは絶対釣るべきでしたけどね。絶対に釣るべきだった。ちょっとリベンジをちょっと。そうですね、また次回リベンジしたいのでね。ということで、ご視聴ありがとうございました。